今回は音楽関係者、ぼっちのギターは天才、山田の作曲能力も天才、ひたちゃんの上達速度も天才に対するみんなの反応をご紹介します。このチャンネルではトレンドのアニメに関する感想や考察など皆さんの反応をまとめています。1日2本以上投稿していますので、ぜひチャンネル登録お願いします。それでは行ってみましょう。天才しかおらんやん。ニジカはデザインがうまい。9年もドラムできるのすごい。ニジカはマネージャーにでもなれば。もしかして一人いらないやつがおるんか。一体誰なんやろな。ニジカが作ったバンドやぞ。ニジカはスラダンのメガネくんポジション。ニジカちゃんもコミュ力お化けやん。あの子おらんとまとまらんやろ。どっかのバンドでドラム下手だからやめさせるためにいじめてたの好き。 TV で下手なガラマー墓に埋めたの畜生すぎて好き。ドラムっていじめ枠なんか地味やからね。ニジカは MC がうまい。設定はともかく作中の演奏はうまいんじゃないんか。軽音でもドラムがうまいって言われてた気がする。軽音とボザロだとドラムの難易度が違う。軽音はアニソンよりな分フレーズが複雑で難しい。ニジイナキャバンド崩壊する定期。マネージャーでいいやん。ニジカ、お前結束バンド抜けろ。オアシス見たくうまいドラム入れてニジカはマネージャーやね。グッバイシバさん。ニジカちゃんはリーダーだから。ニジカがいないとライブハウス借りれなかっただろう。免許持ってるのもニジカだけやし、スタジオ兼機材運搬係やね。ニジカは潤滑油だから。ぼっちは割と現実的って言われてたような。ひたちゃんは化け物らしいが。ニジがいないとそもそもバンド始まらないし、目標もないし、一瞬で空中分解するぞ。ドラムって扱い悪いよね。ニジカは実家ライブハウスやし帰省先やぞ。ニジカは作中で唯一ビジュアルを褒められないし、アニメはニジカを魅力的に描写したのバランス取りうまいと思うわ。結束バンドって揉めて解散しそうだよね。カネセビルカスに嘘つきと片親やし。学生バンドだとコネが最重要だから、ニジカちゃんが一番必要と言っても問題ないぞ。ひたちゃんはあれで運動もできるしな。友達とずっと遊んでスポーツも楽器もほとんど練習してないはずやのにや。生まれ持った才能だけで生きてる。ニジカちゃんは可愛いからいいんだよ。ニジカは実家がライブハウスだぞ。ニジカちゃんをいじめるな。でも結婚して一番幸せなりそうなのはニジカだよね。店長が結婚式で号泣してそう。また二次逆か。なお作者が一番してる模様。ニジカが始めた物語やぞ。山田はガチの天才やろ。お前らニジカが結束バンドのリーダーなの忘れてるだろ。ニジカいらんよな。トークは滑るし、演奏は下手で足引っ張るし、ある程度仲良くなったら潤滑油も用済みやろ。明るくて社交的なのに学校で浮いてて MC で滑るって下手したらぼっちより悲惨やろ。ぼっちはもともとコミュ力終わってるって前提があるし。原作の原作はドラムが一番うまいのに。ニジカはドリブルがうまい。つまらない通り越して寒い MC があるやろ。ひたちゃんを道連れにする MC。 無能やからメンバー集めたリーダーテポジを与えなあかんのよな。それにニジカはコネもある。ニジカいなかったらぼっちはまだしも山田は確実に楽器やめてただろ。楽器できない山田の価値。ニジカみたいに何も才能がないのにリーダー気取ってるのってバンドあるあるやな。ニジカいなかったらぼっちザロックできなかった定期。ニジカマネジメントの天才。天才しかいない。ぼっちプロレベルのギター、作詞ひた、ギター&ボーカル、作詞山田、作曲編曲ニジカ、 MC役割がはっきりしてる。原作者ひたちゃんは喋りが上手くて話が盛り上がって長くなるからニジカが MC やってる。ニジカはひたちゃんに作詞のアドバイスしてたけど、なんで自分はやらんの。ニジカちゃんは天使。でも一人抜けて一番バンド崩壊するのってニジカやろ。ぼっち山田きたじゃ事務処理能力に難がありすぎるし、全員我が道を行くし。片親だから育ち悪いとか言ってると作者が真に受けるからやめろ。二次逆の専門家やぞ。いやニジカドラムはうまいぞ。あんなパワフルなドラム女子高生には叩けん。音楽関係者、ニジカちゃんは可愛いからいいんだよ。その辺にいたギターが才能の持ち主。その辺にいたギター仲間に入れたらボーカルできて成長速度がすごい。逃げたギターが戻ってくる。作曲編曲できるのが同じ学校にいて仲間に加える。これが持ってる人や。将来バンドが成功した時にそのエピソードこすりまくってファンからも身内からもうざがられるやつやな。ドリトス食べていい。でもニジカがいないとバンドがバラバラになるよね。ニジカ貧乳で平凡な顔、
クラスで浮いている。10年近くドラムをやってるけどあまり上手くない。片親家庭で父親のことは家族と思ってない。一人で家事を頑張っている。バンドのまとめ役、姉の聖火は女子高生のぼっちを盗撮するのが趣味で重度のシスコンも兼ねている。にじかちゃんかわいそすぎるやろ。しば、メジャーデビューが決まりました。山田さん、後藤さん、北さん、これからもよろしくお願いします。皆さんは音楽関係者、ぼっちのギターは天才、山田の作曲能力も天才、北ちゃんの上達速度も天才についてどう思いましたか？ぜひコメント欄で意見を聞かせてください。チャンネル登録もしていただけると励みになります。